嘘がですね。まあ、蔓延しているわけですね。それで本当に多くの人が被害を受けているわけです。まあ、あの、一昨日かなんかやってたお風呂の温度についてはですね、これはこう、テレビ見てて、ああ、ずいぶ間違ってるなと思いましたけれども、これはまあ知識不足じゃないかなと思いましたね。制作プロデューサーもディレクターも、それから解説する人がですね、お風呂専門家っていう方だったんですけども、私の見るところ、熱とか。 電熱とか体の気候とかを基礎的な力がちょっと不足しておられたんじゃないかとだからちょっと解説全体が間違っておりましたまあ、太陽光発電の技術的な嘘から始めたんですがまあ、これはあの工学的な力がないのとそれから経済的にえ税金をたっぷりもらって太陽光発電を自宅につけ安い値段で売って そししてて差額を利益として得るとその分だけ電気代が高くなってみんなが苦労するっていうそういう詐欺的なことが技術的にどこに原因があるかっていうことをある程度の人は分かってると思うんですけどもそれを言わないということのその嘘なんですね。1年1ミリシーベルトの被曝限界っていうのは法律で決まってることをまず嘘を言うっていうのが一つと。 それからあー被爆による遺伝的なです、ね、蓄積の解消という、まあ、理論と実際があるんですけどそれをまあ多分知らないのか知らないふりをしてるということですね。それから北極海の氷についてはこれは、まあ、アルキメデスの原理ですから知らない人っていないんですけどまああの <laughs> もう NHK が放送しちゃったりしてるものをですね、えー、小学校の先生とか 中学校のの先生でも否定しにくいというそういとうううそ類の嘘なんですね。で今日の「温暖化論争」の嘘もこれはもうちょっと種類がまたそれと違うんですねそれでまあこういう典型的な嘘の形っていうのを、まあ、ここで示してるんですけども温暖化はですねえー、と真面目にまた学問的に寒冷化するという考えと温暖化するっていう考えが2つあるんですね。 えっとまあ1909、1970年ぐらいは寒冷化というのがもうほとんど9割ぐらいの学者がそうでした。しかし1割ぐらいの学者は温暖化すると言っておりました。それからコンピューターの計算を重視する人たちとそれから過去の歴史を重視する人たちとまた違ってですね。過去の歴史を重視すれば寒冷化になります。 それからコンピューターの計算というのは私も名古屋大学時代に詳しく発表会に行っていろいろ質問したんですけどもまだまだ欠点はいっぱいあってですね私なんかの科学的な考え方ですと採用しませんっていうのはまだ研究途上ですからちょっと結論は当てになりませんっていう説明をします。だけども我々学者の中にはですねおっちょこちょいの人もいるし先駆的なことが好きな人もいるのであのくらいの計算でですね まあ自分で温暖化すると思ってる人も、まあ、いても不思議じゃないなっていう気持ちはしましたね。だから温暖化については何が嘘かっていうとですね、えー、と温暖化するっていう人と寒冷化するっていう学者が、まあ、半々っていうか今は温暖化が3割ぐらいでしょうね、えー、寒冷化が7割ぐらいだと思いますがそういうこれ学問ですよね温暖化するとかしないっていうのは政治でも何でもないわけですね。 えー、アメリカ副大統領のゴアさんが何て言おうとトランプ大統領が何て言おうとそれは政治の社会のことですから温暖化するかどうかには全然関係ないわけですすね、えー、温暖化するかかどうかっつうのはやっぱりあくまでも科学の世界でありますから、まあ、その意味ではまあ3対7ぐらい言っといたらいいんじゃないかえっ、ー、と極端なものにはですね、えー、とここ15年間で <laughs> 地球の将来の気温について出た論文のうち 温暖化するっていう論文は1%ぐらいだっていう。あとの99%は寒冷化かもしくは中立化寒冷化だという報告もあるんですよ。ところがまあ、日本人はですね。温暖化するとみんなあの学者が言ってるというふうに思っておられるんですが、これは nhk がそう報道するからなんですよね。別にあの報道によって、また温暖化が変わるわけじゃないんですよ。本当はえー、っと政治家が発言するとか、報道によって温暖化っていうのが変わるわけじゃなくて。 温暖化というのは科学的な現象ですから、ですから、でまた変なのがあるんですね。あの論理が逆転してるやつに気がつかないのがあるんですね。例えば、えー、どっかにアザラシがなんか多かったので温暖化してるんじゃないかと。これは論理が逆なんで科学としては全くもうあなたちょっとアホじゃないのって言いたくなっちゃうようなものですね。つまり温暖化とは気温ですから、えー、アザラシが集まったっていうのは全然温暖化と関係ないですね。 温暖そこの島なら島が、えー、ここ近年どういう温度変化になっていると温暖化しているのでアザラシがどうのこうのっていう順序はあるんですけどアザラシが集まったから温暖化って温暖化って気温のことですからね、まあ、そういういことありませんそれからあの温暖化して海,の海が膨張して上がるってそれはですねあないわけですね。つ,つうのは えと空気に対して海水の比熱が3,000倍ですから、えー、このぐらいの温暖化でですね海の温度が変わわるってことはないわけですね、まあ、表層が変わりますが表層は変わることがあるわけですけども表面の温度が変わっても体積は変わりません体積が変わるためには4 0 0 0ルある海の温度が平均的に上がっていかなきゃいけないんで、まあ、それはもうとてもその、えー、と18世紀から200年ぐらい 人間が co。2を出したから、ちょっと二三度上がったからと。まあ、上がってないと思いますが、二三度上がったからっつって、空気の温度が二三度変わってもですね。海の温度が変わるわけじゃありませんので、まあ、こういった、あの、アルキメデス的、アルキメデスの原理みたいな。非常に基礎的なことで、間違いもありますね。まあ、東大の先生が一年ぐらい前、盛んに NHK で言っておりました。ハイエイタスっていうのもですね。海の七百メートル下が、暖かくなっていると、まあ、こういう話を。 盛んにされたんですが、電熱というものをもともとご存知ない。もしくは海流というものをご存じないというまあ、非常に特殊なまあ、ことですね。まあ、東大の教授がそんなこと知らないわけじゃありませんから、まあ、これは完全な技術的な嘘ということになりますが、まあ、これはもうあの涙腺口型ですね。まあ、私が涙腺口型っていうのはえ、ソ連の共産党時代のソ連に涙腺口っていうのが現れて、もうたちまち偉くなって。 科学院総裁かなんかになり共産党の下で共産党政治の下で小麦を育てるとよく育つという思想が人間社会の思想が小麦の生育に影響を与えるという説を唱え、まあ、スターリンが大変喜んで総裁にして反対する学者を全部シベリアに送って殺してしまったというの事件があったわけですけども、まあ、そういう類ですね東大の教授が えー、ハイエイタスというなんていうのはですねこれはその類のことで昔あの東大の総長がですね、まあ、そういう類のことを言って名城、えー、大学のちゃんとした先生をものすごく痛めつけたことがあるんですけどもまあその温暖化というのはもともとは政治でも科学の報道でもなくて科学であるということですね。これはまあ ダイオキシン報道っていうのが2004年ぐらいまであったんですがダイオキシン報道ががある間はダイオキシンの患者さんんポポツポツ出てたんですよところがダイ,ダイオキシン報道がなくなると、まあ、世界でそれ,それ以後ですね、まあ、13年経ってますけど誰一人としてダイオキシンの患者さんが出ないと <laughs> いうことは何を意味してるかとつったら報道によって捏造された患者さんがいたということなんですね。 まあこの温暖化論争っていうのはだから学問的に難しいいい論論争なんんでで両論あっていいんですよあの寒冷化の時代寒冷化寒冷化と言われた時代でも温暖化するって言ってた人はいたんですからそれ構わないんですね。だけどもやっぱり我々学者は少なくともですね温暖化するかってことに対して温暖化する可能性は3割ぐらいで寒冷化する可能性が7割ぐらいですと。 こう説明して温暖化するっていう人はコンピューターシミュレーションによってそう言っておりますとそれから寒冷化するっていう人はまあこれまでの大きな歴史ですねえ大体 1, 万1億年ぐらいを単位にした歴史とそれからここのところ14万年ごとに変わる周期この2つでえ今後の,しあの温度の状態を説明すると。 私なんかは学,者学生に2つ教えてます。温暖化するってのはこういう論拠であると寒冷化するってのはこういう論拠であると2つ今のところ考え方があって比率はこれとこれだと武田がどう思うかと言われればこうだと、まあ、こういう説明の仕方をしますね。ですからこういう技術的には科学的にですね、まあ、論争のあるものっていうのもしょっちゅうあるわけでそれに対して科学者はその状態をしっかり 説明して私のショーウィンドー論ですけど科学ははそそこまででをすすればその次に踏み込む必要はないんですね科学者が道徳的なこととか論理的なこととかまして政治とか報道っていうのをやったらいけない報道の方は科学者が示すショーウィンドーのものをですねできるだけ正確に国民に説明するということだと思います。 トランプ大統領が何て言おうとトランプ大統領が何て言おうとそれは政治の社会のことですから温暖化するかどうかには全然関係ないわけですすね、えー、温暖化するかどうかっつうのはやっぱりあくまでも科学の世界でありますから、まあ、その意味ではまあ3対7ぐらい言っといたらいいんじゃないかえっ、ー、と極端なものにはですね、えー、とここ15年間で <laughs> 地球の将来の気温について出た論文のうち温暖化するっていう論文は1%ぐらいだっていう。 あとの99%は慣例化かもしくは中立化寒冷化だという報告もあるんですよ。ところが、まあ、日本人はですね温暖化するとみんなあの学者が言っているというふうに思っておられるんですがこれは NHK がそう報道するからなんですよね。別にあの報道によってまた温暖化が変わるわけじゃないんですよ本当は。えっと政治家が発言するとか報道によって温暖化っていうのが変わるわけじゃなくて温暖化っていうのは科学的な現象ですから。 ですからでまた変なのがあるんですねあの論理が逆転してるやつに気がつかないのがあるんですね例えば、えー、どっかにアザラシがなんか多かったので温暖化してるんじゃないかとこれは論理が逆なんで科学としては全くもうあなたちょっとアホじゃないのって言いたくなっちゃうようなものですねつまり温暖化っては気温ですから、えー、アザラシが集まったっていうのは全然温暖化と関係ないですね、えー、温暖そこの島なら島が えー、ここ近年どういう温度変化になっていると温暖化しているのでアザラシがどうのこうのっていう順序はあるんですけどアザラシが集まったから温暖化って温暖化って気温のことですからね、まあ、そういうことはありません。そそれれからあの温暖化ししててて海がが膨張して上がるってそれはと、ね、いわけです、ね、つうのは、えー、と空気に対して海水の比熱が3,000倍ですから。 えー、こののぐらいの温暖化で,です、ね、海の温度が変わるってことはないわけですね。まあ、表層が変わりますが表層は変わることがあるわけですけども表面の温度が変わっても体積は変わりません体積が変わるためには4 0 0 0ルある海の温度が平均的に上がっていかなきゃいけないんで、まあ、それはもうとてもその、えー、と18世紀から200年ぐらい人間が CO を出したからちょっと23度上がったからと。 まあ、分かってないと思いますが、二三度上がったからっつって、空気の温度が二三度変わってもですね。海の温度が変わるわけじゃありませんので。まあ、こういったあのアルキメデス的、アルキメデスの原理みたいな。非常に基礎的なことで、間違いもありますね。まあ、東大の先生が一年ぐらい前、盛んに N. H. K. で言っておりました。ハイエイタスっていうのもですね。海の七百メートル下が。暖かくなっていると、まあ、こういう話を。盛んにされたんですが。電熱というものをもともとご存知ない。 もしくは海流というものをご存じないという、まあ、非常に特殊な逆なんで科学としては全くもうあなたちょっとアホじゃないのって言いたくなっちゃうようなものですね。つまり温暖化ってのは気温ですからそこの島なら島が、えー、ここ近年どういう温度変化になっていると。温暖化しているので アザラシがどうのこうのっていう順序はあるんですけどアザラシが集まったから温暖化って温暖化って気温のことですからね、まあ、そういうことはありませんそれからあの温暖化して海,の海が膨張して上がるってそれはですねないわけですね。というのは、えー、と空気に対して海水の比熱が3,000倍ですから、えー、このぐらいの温暖化でですね海の温度が変わるってことはないわけですね。まあ、表層がが変わりますが 表表層は変変わわわるることががあけけですけどもも面の温度が変わっても体積は変わりません体積が変わるためには4 0 0 0ルある海の温度が平均的に上がっていかなきゃいけないんで、まあ、それはもうとてもその、えー、と18世紀から200年ぐらい人間が CO2 を出したからちょっと23度上がったからとまあ上がってないと思いますが23度上がったからっつって空気の温度が23度変わってもですね海の温度が変わるわけじゃありませんので。 まあこういったあのアルキメ,メデスの原理みたいな非常に基礎的なことで間違いもありますね。まあ、東大の先生が1年ぐらい前盛んに NHK で言っておりましたハイエイタスっていうのもですね海の7 0 0メートル下がえ暖かくなってると、まあ、こういう話を盛んにされたんですが電熱というものをもともとご存じないもしくは海流というものをご存じないというまあ非常に特殊なまあことですね。 まあ東大の教授がそんなこと知らないわけじゃありませんから、まあ、これは完全な技術的な嘘ということになりますが、まあ、これはもうあの類戦後型ですね。まあ、私が類選考型っていうのはソ連の共産党時代のソ連に類選考っていうのが現れてもうたちまち偉くなって科学院総裁かなんかになり共産党のもとで共産党政治のもとで小麦を育てるとよく育つという思想が人間社会の思想が 小麦の生育に影響をを与ええるという説を唱え、まあ、スターリンが大変喜んで総裁にして反対する学者を全部シベリアに送って、えー、殺してしまったというの事件があったわけですけども、まあ、そういう類ですね東大の教授が、えー、ハイエータスというなんていうのはですねこれはその類のことで、えー、昔あの東大の総長がですね、まあ、そういう類のことを言って 名城、えー、大学のちゃんとした先生をものすごく痛めつけたことがあるんですけどもまあその温暖化というのはもともとは政治でも科学の報道でも受るとの被爆限界というのは法律で決まってることをまず嘘を言うというのが一つとそれから被爆による遺伝的なです、ね、蓄積の解消という。 まあ理論と実際があるんですけどそれをまあ多分知らないのか知らないいふりをしてるととうことですねそれから北極海の氷についてはこれはアルキメデスの原理ですから知らない人っていないんですけど、まあ、あ <laughs> NHK が放送しちゃったりしてるものをですね、えー、小学校の先生とか中学校の先生でも否定しにくいというそういう類の嘘なんですね。 で今日の温暖化論争の嘘もこれもちょっと種類がまたそれと違うんですね。それでまあこういう典型的な嘘の形っていうのをまあここで示してるんですけども、温暖化はですね、えっ、ー、と真面目にまた学問的に寒冷化するという考えと温暖化するという考えが二つあるんですね。えっ、ー、とまあ1990年70年ぐらいは寒冷化というのがもうほとんど9割ぐらいの学者がそうでした。 しかし一割ぐらいの学者は温暖化すると言っておりましたそれからコンピューターの計算を重視する人たちとそれから過去の歴史を重視する人たちとまた違ってですね過去の歴史を重視すれば慣例化になりますそれからコンピューターの計算というのは私も名古屋大学時代に詳しく発表会に行っていろいろ質問したんですけどもまだまだ欠点はいっぱいあってですね私なんかの 科学的な考え方ですと採用しません。というのはまだ研究途上ですから、ちょっと結論は当てになりません。っていう説明をします。だけども、我々学者の中にはですね。おっちょこちょいの人もいるし、先駆的なことが好きな人もいるので、まあのくらいの計算でですね。まあ、自分で温暖化すると思ってる人もまあ、いても不思議じゃないな。っていう気持ちはしましたね。だから。温暖化については何が嘘かって言うとですね。 えーと温暖化するっていう人と寒冷化するっていう学者がまあ半々というか今は温暖化が3割ぐらいでしょうね、えー、寒冷化が7割ぐらいだと思いますがそういうこれ学問ですよね「温暖化するとかしない」というのは政治でも何でもないわけですね、えー。アメリカ副大統領のゴアさんが何て言おうとトランプ大統領が何て言おうとそれは政治の社会のことですから温暖化するかどうかには全然関係ないわけですね。 えー、温暖化するかどうかっていうのはやっぱりあくまでも科学の世界でありますから、まあ、その意味ではまあ3対7ぐらい言っといたらいいんじゃないかえっ、ー、と極端なものにはですね、えー、とここ15年間で <laughs> 地球の将来の気温について出た論文のうち温暖化するっていう論文は1%ぐらいだっていうあとの99%は寒冷化かもしくは中立化寒冷化だという報告もあるんですよ。